ホームラン打ちたいですよ。ええ、うん。ホームランは打ちたいと思っていつもバッターボックスあります。ホームランを打ちたい。ホームランを打ちたいですよ。ホームランを打てるボールが来た時にはホームランが打てたらいいです。ここがだから僕が違うんです。僕は打率残してなんぼと思ってるんで、僕はヒット狙いです。でも打てないわけじゃないっていう、だからスタンスで言うとイチローの方です。栄養に言いますけど。だから僕は基本的には短距離ヒッターなんで、ヒットの延長でホームラン打ちたいと思ってます。だから、動きはできるだけ、さっきのベンちゃんみたいなんで言うと、こう大きく大きくしてカツーンと打ったら、まあ、飛ぶの飛ぶんですけど、ミスショットが増えると僕らはちょっと打率が低いと試合に出にくいんで、常に3割は打っときたいなっていう、あのホームランなくてもいいから3割はキープしときたいなっていうバッターだったんで、その遠くに飛ばすんじゃなくて、まあ、いわゆるこうセカンドの頭とかショートの頭ライナー打っていって、それがたまたま角度ついたらホームランでいいやぐらいの感覚で、打ってます。だからどっちかというと後ろに全部乗っけてぐるっと回るっていうよりは、遊びを持ちながらいつでもこう変化球でも対応できますよっていう感じで、ちょっと僕は多少スウェースします。でヒット狙いに行くバッターは、まあ、子供の頃いいかどうか分かんないけど、そのスウェーをちょっとしながら打つっていうところでポイントがね、バットのこのポイントがちょっとずつ長くなるんで、とか見逃せ、こう打ちそうで見逃すとかってい う, こう、あ、見たことある、今の今のあるな、あ、それのああいうスイングなんですね。そう、後ろでこうやる人ってどうしても帰っちゃうんで、振ろうと思った時に帰っちゃうんで、でも僕らこうスウェーするとここでボール落ちたと思ったら、おっと危ない危ない危ないって、こうやってでカウントを整えて、で甘く来たやつをしっかり打つっていう、まあ、一番大事ですからね、ストライクボールの見極めが一番大事です。それ僕見極めるためにはあんまり乗りすぎてもダメなら、こう探りながら打つっていう、まあ、特に追い込まれたりした時は探りながら打つっていうのはすごい大事なんで、ちょっと僕は人よりスウェーします。あとは僕もキャッチャーやってたりもあるんですが、右膝があんまり強くないんで、こうあんまこっちに乗っけてるともう途中もう、あの140試合もやってるともう膝が痛くてできないんでっていうのもあって、あのどっちかというとこうこっちにあんまり体重乗っけて、まあ左に乗る、前に乗る、今一郎君もこうやってね前に乗りながら打つじゃないですか。どっちかというとそっちのタイプので、ヒットゾーン、スイングゾーンを広げてどこでも当てることできますよっていうような感じで。そうするとね、やっぱりこう体が動くと特にインコースが詰まるんですよ。本当はやっぱり前で普通にこうやって打ちたいんですけど、現実的なことを言うとちょっと振り遅れる気味になることが多いんで、こう行こうと思って体が前に出ちゃうとバット出てこないんで、ガシャッと詰まることが多いんで、その時にどうやってインサイド打とうかなと思った時にちょっと体動くんだけど、まあ肘を抜くっていうのがまず一つ、振り遅れた時に肘を抜きながらこういう感じで打ってるんで、でもう一つは打つ瞬間にちょっと戻るイメージですね。右足一本なんて言うんだけど、ここでこうやって回るイメージ、あ、詰まると思った瞬間にここを出ていって、あ、詰まると思った瞬間にちょっとここをこういう感じで抜いて、なんとかヘッドさえ出して、でこれでも詰まるなと思ったらちょっと体を下げて、だからこうなんか苦し紛れにこうやって打ってるというような感じに見えるんですけど、これでヘッドを出して、まあこの辺に当たればヒットになる可能性あるし、ここではダメなんだけど、この辺のいわゆる芯の周りにさえ当たれば、そういうので調整してなんとかカバーして、で最初から右足に乗っけて打つ、まあ、落合さんとかもそうなんだ、こういうベンチャーとかもそうなんだけど、人もいるんだけど、まあ右足は強い人だけどあんまり強くないんで、僕らはちょっと前にかかっていきながら、かかっていって、あ、インコースをこう戻りながら打つってイメージなんで、脇を開けながらでちょっと戻りながらこういう感じ、タイミング合えば普通に打つんですよ。もちろん普通に打ったらこうやって打てれば一番いいんですけど、ちょっとまあ詰まる、あ、振り遅れたって思うことがやっぱりインコース多いんで、その時にどっちかというとこう肘を抜きながら、そして体重を後ろに戻しながら行くんだけど、もうこんな近いんですけど、
ホームラン行ってからこういう感じで、で芯、まあ要は芯に当てるという感じでやってたんで、だから多分インコースもこれもかなり近いんですけど、こうなってもこういう感じで極端な打ち方するとこういう感じで、で普通の時はちょっともうちょい距離があるんで、もうちょい前に出て前でこういうふうに打ってました。内角を差し込まれることは少ないんですか？差し込まれます。それはどう対処するんですか？古田さんは抜くって言うんですけど、だけど右手の使い方と多分一緒です。右手の使い方はもうこっからこのまま回るだけです。僕は逆に左手はこういう器用さが詰まるって時の器用さがなかったんで、詰まるならもうこのままこれをそのままバーンと詰まっちゃえばいいと思いました。前田さんもそっちですよね。だから前の手を畳む。僕は、はい、2種類ぐらいあります。このままこういくのが、古さんみたいにこっちをうまくこういう感じで打ってます。2種類あります。その使い分けってどこでやってるんですか？いや、これはタイミングだけです。本当にやばいっていう時はもう本当にこれで肘をもうスパッと抜いてましたんで、このままあと体を回すだけなんで。そう、後ろの回し、そうすると本当にギリギリこう詰まったと思うのがここで当たってくれるんで、パーンって言ってやると前で打ったらどうしてもファウルになるからね。シンクってもファウルなんで、抜かない時の方がまだタイミングが差し込まれてない。まあ本当にとっさの時っていうのは、例えばフォークボールも絶対フォーク来るの分かってんだけど、でもまっすぐもあるしな、もうどっちか分からんわっていう時はもうフォークを8割方いっといて、まっすぐここ来たらもうスパーンとそのままひっくり返ったらと思ってるんで、そういう時とかです。でどうしてもだからもう究極の時ですね。ここは三振でき、内野ゴロでも行ってんだとか、なんかこういろいろ勝負どころだと思えばそれを使ったりするし、まあ、どうでもいい時はもうええや、三振で帰れっていう三振してもいいっていう時は、俺も帰った、やっとけみたいな、やる気なかったな。そういうやっぱりこうゲームのね状況あるじゃないですか、終盤の大事なとことか、まあ、初回でもありますよ、ワンアウト満塁とか、そういう時もおいきなり来たか、ちょっと待てよちょっと待てよと、いきなりきついなとかね、あるんですけど。だから本当はね、もう自分の理想の打球でこういうふうにインコースはここ、真ん中はこの辺、アウトコースはもう一つ後ろでこうだとかっていろいろあるんですけど、そのポイントではまあ打てないんですよ、実戦って。実践の中でそういうこうだん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 技術を、でまあこれも教える人によるんだけど、大体インサイドに合わせて変化球は全部泳ぎながら打ちなさいっていうコーチもいるし、いやまあ実践変化球多いから変化球待ちながらそのインコースをどうやってさばくかを勉強しなさいっていうタイプの人もいるんで、まあ両方そういうふうにこう緊急事態のために、だからもう昔はね、もうとにかく両脇締めて構えなさいとか僕ら子供の頃言われたんですけども、なんかこう脇を開けてね、後ろ脇を開けてこう突っ込んでくる方がいいっていう人もいるし、例えば最初からちょっと脇を空き目、前の脇でさえなんか甘め、ジャイアンツの中島君とかもこうなんか甘めじゃないですか、マナカとかもちょっともう最初からちょっと甘めにしてこうやってインコースこうやって打つっていう、僕もどっちかというと、まあ、やっぱり左投げ左打ちっていう打ち方だよね、あれはね、マナカさんとか。そうですか。あの辺のこうもうこっちがこっちがね、こうね、やっぱ左投げ左打ちのこの、確かにこれはすごいこねてますもんね、最初からこの辺からこうやってこねてますね、このパンチの、そうか、あいつ後ろやからか、右との感覚は一緒ですよ、左左利き腕の、それはあるかもね。あ、なるほどね。和田さんは脇は締めがちですか？僕はいや、こう開いてるんですけど、突っ込んでくるタイプね、こういうスピード出したかったです。だからまあここがバイクのイメージですね、要するにここがここをやっといて、まあ大げさに言うとこう開いて
てここでスピードを出していきたいですよね。そうそうそう、大げさに言うとこういうふうに。そのこの時間と、はい、こう締めた時の時間はあんまり気にしたことないですか。あのこうやってやってる時もありました。あったよね。ありましたよね。こうやってやってきました。こういう時とこういう時の感覚の違いはていうか、要するに間に合わない時です。こっちの方がそれでこのまま早く出、うん、るじゃないですか。だけどピッチャーによって変えてるってことですか。変えると、いや、その時の調子だったり、まあ基本はこうなってるんですけど、ちょっとだんだん遅れてるなって時はここちょっと締め気味にしといて、そしたらもうここからもうすぐ出れるんで。どっちにしても打つ時っていうのはここにないとダメなんですよ。そうそうそう、後ろの手ってここにないとダメですよ。左だとどっちにしてもここが大事なんですよ。それを最初から締めてる人か、開けて締めるか、うん、締めたこう開けて締めた方が力が入るっていう。でも外国人なんかみんなこうやって構えるから、やっぱ開けてガンってした方が力が出るっていうのがほとんどなんですけど、日本はスピードが出ますよね。子供の時はもうやっぱりどっちかというとね、こういうふうに。だから日本人でも例えば誰かな、昔原監督もこんな感じだったんですね。原さんとかもそうだし、こうですね、あの小笠原とかもこうやって打ってたよね。こうできるだけ締めて締めてって、なんかこう、だから最初からやっぱこれを意識、最初から締めときたいっていう人もいるし、中村典とかもこうだよね、こんな感じ。やっぱりこうどうなんですか、こういくとゴロになりやすいイメージないですか。こうガーンとこう、外国人は速いファーストボールがあるんで、それに打ち負けないっていうシンプルな勝負なんで、日本だって変化球多いですし、そういう球に対してあまりこう突っかかっていくとこうヘッドが返ってしまうっていうのがあるんで、やっぱこうある程度インサイド入れといて、内側から出してこうゴロを打たないというか、うん、なんか僕はね、僕はあんまり力が入らへんっていうのが一番かな。まあ、力みと、まあ、力が入れないと力みは違うんですけど、こうやってまあなんかこう軽く打てるんだけど、やっぱこうやってる方がガンってこうなんか力が入るから気持ちがいいっていう、遠くに飛ぶとか強い打球が飛ぶっていうのがどうしてもあるから。前田さんもね、どちらかというとこう閉じ気味だよね。僕はもう閉じて、もうそのガツンと打つよりはこうスパンとしなりっていう、しなりを使って打つ方だったんで、はい、インサイドは近いんで早く振ろうとすると逆に遅れる、バットが出てこなくなるんで、力まずに振った方がインサイド一番最短で素早く出るんで。さらっと言ってますけど、これは僕はね、このポイントをこう横並びにできる人っていうのがもう究極のバッター。